本日は3パー1系ゆったり役もの車内にある例の段差についてお話をしていきたいと思います。役もに乗ったことがある方、役もマニアの方、ご存知かもしれませんけども、どうぞお付き合いください。ゆったり役もとは、この白いボディに赤と緑のラインが入った381系で、2007年から2010年にかけて、客室の設備改良が行われました。ゆったりやくもの改造、アコモ改良とも呼ばれていて、座席が JR 西日本の特急車両と同じようなフルリクライニングする座席、暖房機も座席の下に吊り下げる形となって足元が広々となりました。その他にも天井の蛍光灯がダウンライトに変わったり、荷棚がおしゃれになったり、いろいろと変更されました。この時トイレ、洋式トイレになってたりもしますね。そんなアコモ改良へ特徴の一つが、このハイデッカー状の高床です。なぜか座席の下に段差がある。バリアフリーとか低純真化からすると何か逆行しているような、この段差約3センチぐらいあります。この段差が必要だった理由、ズバリ単刀直入に言うと、これは冷房のリターンダクトをここに収めているからです。ちなみにアコモ改良する前のリターンダクトはこのように窓側の足元についていました。なぜリターンダクトが必要だというと、屋根上にクーラーがついてないからです。ちなみにこのクーラーとは、正式には空気調和装置、空調装置と言います。エアコンディショナーとも言いますね。訳してエアコンですけど、これが床下についています。ちなみに新型ヤクモ273系をはじめとする普通の電車は屋根上にこの空調装置が乗っかっています。なぜ空調が床下にあるとリターンダクトが必要なのか、簡単に図で示してみました。左側が一般的な電車、屋根上に空調が乗っています。右側が3パー1系、床下に空調装置が乗っています。これを見てもらったら分かるんですけど、あったかい空気って室内の上の方に行くので、上から吸い込んで上から冷たい空気を出してあげると効率的に室内を冷やすことができます。なので床下にクーラーがついてると、下からあったかい空気を吸い込んで、じゃあ冷たくした空気を下から吐き出しても下ばっかり冷えちゃって、全くこう上の方が涼しくならないんですよね。ということはやっぱり上から暖かい空気を吸い込む必要があるのです。このリターンダクトをなんとかなくせないかなということが、このアコモ改良の設計の時に検討されたそうですが、どうしてもなくせなくて苦肉の策として座席の下に持っていったということです。若干高床ハイデッカーになって重心の高さがあるんじゃないかなという不安はありますが、実はそこまで影響のないということが分かって、あの高さが選定されたそうです。ちなみに冷気を今度は天井側に上げるための冷えた空気が上っていくダクトが客室に4本あります。このダクトもなくせなかったので、一部座席が一座席という怪しい座席が残っているのもそのためです。はい、以上で、3パー1系のこの謎の高床について解説を終わります。何か気になることがありましたら、またコメント欄に書き込んでいただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは、まったねー。